はい、皆さんこんにちは、月です。今日もご視聴くださいまして本当にありがとうございます。はい、今日も排水口の際出し作業をやっていこうと思います。昨日アップしたであろう動画は先ほど撮影したものです。なのでまだ皆さんからの反応はわからない状態ですね。同じ日に撮影をしております。まあかなり大変でした。どうすかなってやめようかなって思うぐらい大変でしたが、撮った後はですね、よしもう一本抜きたいなって気持ちになるんですよね、不思議なことにね。だからね、多分すげえもどかしかったと思うんですよ。もういいよっていう気持ちになった方もいらっしゃったんじゃないでしょうか。どうかわからないですけど、やり遂げるとですね、次がやりたくなるっていうね、不思議な感覚に陥っております。この気持ちが続くぐらいの仕事量で、作業量でやっていきたいと思いますので、無理なく楽しくできるようにやっていきます。最後までお付き合いよろしくお願いします。じゃあ今日の場所ちょっと見てもらおうかな。はい、前回ですね、ここにもう一本埋まってたやつ、こいつがかなり頑丈でした。もうこれは動きもしません。下にまだ地下茎につながってる状態だと思われます。でこの右手側をですね、昨日は前回はやってなかったので、こっちをちょっと進めてみようかなと思います。まあいけたらこの蓋2枚分ぐらいいけたらいいかなと。でもここにいますね、タコ足みたいなやつが。こいつは多分動かんだろうな、びくともせんもんな。とりあえずここきれいにしてみましょうかね。ここやな、問題は。
今回も頑固そうですけど、ここに太い猫が見えた。繋がってたじゃないかな。わかりますかね。これ。てるかな。これに繋がってるかわかんないけど、でもこれ叩くとすごい揺れるんですよね。ここから切れるといいんだけどな。どう繋がってるか。根元が分かればですね、どこからどう切ればいいかわかるんですけどね。それがわかんないから、マジで困るな。こっち向きだな。こう来てる、なんかこう。こっちに張ってるな。こっちかな、こっちかな。よし、ちょっと叩いてみよう。これや、なんか分かってきた。ここや。足外れた。くそ。これが一番効くわ。だー。よいしょ。取れたよ。すごい太い。めちゃくちゃ重たいですよ。いや、もうどこに根っこがあるとかもわかんないぐらい、この辺を叩きましたね。本当タケノコって感じ。こんな太いのにつながってました。よいしょ。よし、綺麗にすっか。
った。イエー。はい、やれた、取れた。どこに繋がってるかさえ分かればですね、テンポよく行けるんですけどね。いや、よかったよかった。際が綺麗に出ましたね。よし、OK、いいんじゃない。あ、反対側もですね、ここまででしたが、その先まで来ました。ここにありますね。こいつもまた大変そうやの。これとこの体格にですね、はい、ここにもいます。これはまあ取らなくてもいいかなと思うんですけど、なんかここまでって、ここまでのラインで切ってるとこいつもやらなきゃいけないとこに含まれてしまってですねまあちょっと体調見ながら、やっていきたいと思います。あれも綺麗になったな。オッケー。はい、ということで今日も本日2本目の動画になりましたが、マダケが大量に取れておりますまあまあ大変ですけど、コツがつかめてくるとですね、あの根元本当どこにあるかっていうのさえ分かればなんとかいけそうかな。あの切ったりとかしなくても、あとは本当怪我だけ気をつけて、あの振り下ろす先に自分の足がないように、それだけ意識してやっていきたいと思います。でもなんかちょっとコツつかめてテンポが良くなってきて楽しくなってきました見てる方はですね、もういいがって思うかもしれないんですけど、なんかね気になるとですね、やり始めてしまいたくなる作業になってきました。まあ、無理なくいきたいと思います。とにかく楽しい範囲でやってますので、あの応援のお言葉コメントいただけると嬉しいです。ちゅうことで、もしよろしければ高評価ボタンポチッと押していただけますと嬉しいです。あったかいコメントいつも励みになっております。ちゅうことで、また明日の動画でお会いしましょう。バイバイ、月でした。